待ちに待った収穫でございます。おはようございます。おはようございます。朝早くからありがとうございます。お疲れです。はい、たくさんのご注文本当ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまで先行予約で、はい、たくさんの皆様に予約いただいて、はい、ただ収穫するのが追いつきませんで随時発送となりますけど、皆様どうぞお待ちになって今年は見た感じ量は少ないんですけど、実は綺麗です。そうですね、結構玉太り、ここはいいですよね。はい、ここはいいです。ここはね、1年早いんです、木が。なるほど。なので木がちょっと立派なので、その分量が若干多いんですけど、実も綺麗です。本当ですね、大きい。はい、で今そばかすかぼすをご注文されてる方はちょっと遅くなるかもしれません。要はそばかすがなかなか出ないので、はい、ちょっと遅くなるかなっていうふうに感じですけどね。はい、はい、ちょっと見ていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、これ去年並みにこの木は出ましたね。これもブドウみたいに出ます。そうですね。はい。で今年は不作が予測されたので、自分撤回しなかったんですよね。撤回しなかったので、これでブドウみたいになって、撤回しない代わりに玉が小さいです。そうですよね。これでも果汁は出るので、規定でいう S サイズぐらいです。これが。それが S？ はい、S サイズぐらいです。本当にでも店で見るのそんな感じだよ。そうですね。でもう一回り大きいと M 玉ぐらいになって、っていう感じですね。違う M 玉ぐらいかな。はい、それが M。これが M ぐらいですね。もう本当に。はい、これ S ぐらいですね。私 S ぐらいが使いやすいな。使いやすいですよね。はい。で、こういうちょっと色がついてないのもあります。はい。これはいうようにこのぐしっとなるんで、こう日が当たらないので。色がちょっとつかなかったという。そうですね。これは別に病気とかでも何でもないです。ここが日陰になってたので色がついてないというだけですね。果汁に問題はない。問題ないです。はい。はい、でこういうのですね。こういうこれ。ちょっと傷ってか、そうですね。これも別に病気ではないんですね。ちょっと戻っと。わかりやすいやつがあるかな。これしましょうか。はい、これですね。はい。これは病気ではないです。はい。これ何かちょっとこのちっちゃい時にこう葉っぱがこう擦れたり、こう花皮に傷が入って。でそのまま大きくなったのでこういうふうになります。はい、これは病気ではないです。はい、ここはねほぼほぼ病気がないです。基本的な致命的な病気が海王病っていう、なんか黄色い斑点のなんか気持ち悪い斑点が出るんですけど、ちょっと汁が出始めるかな。そうです。それは出荷できません。はい、それも出てなくて、あれはどんどん感染するんで、自分みたいにあまり消毒をしないものは、どんどん広がってどうしようもなくなってしまうんですけど、防除が必要なんですけど、あと草加病、黒点病は、日陰をこう制御したり剪定で制御すればある程度抑えることができます。はい、で草加病、黒点病は別に果汁には問題ないです。周りが果皮がおかしいだけで、見栄えが悪いかな。はいはい、ちょっと果皮が硬い感じになったりとか、はい、果汁には問題ないです。はい、でもここはあまり草加病も黒点病も海洋病も出てないので、はい、綺麗な実が取れると思います。はい、じゃあ頑張っていきましょうか。はい。はい、ではお願いします。はい、お疲れ様。この収穫袋いいよね。これ便利がいいな。これ全然安かったけど使えるわ。長さがちょっとあれ、径の長さでおかしかったよね。長さ？これ？うん、これなんか。紐は別に自分で調整すればいいの。紐が長いから。あ、これ？ここ？うん。あ、ここの？うん。これがちょっと。ああ。時計のやつやったら。あ、いい香り。香りがいいよね。うん。これすごいな、これ。うわ、重たかったやろうな。これは。重たいよな。早く取っちゃらんとな。うん。もう必死でしよる。収穫方法ですけど、ゆうさん。収穫方法ですけど、はい、二度切りしますね。はい。はい、ちょっと二度切り。はい。はい、二度切りは、はい、切ります。はい、一旦枝は長く切ります。ここね。はい。でここでもう一回切ります。はい。そんな感じです。はい。であまり、うん、ヘタを短く、うん、切ると。うん、あまりこのヘタをね短く切ると、お客さんに届くまでヘタがポロッと取れます。あ、そうなのね。取れてこの縁が黄色くなります。はいはい。ちょっとジョーさん短いぐらいです。あ、ほなこれくらい、それぐらいです。それぐらいです。ちょっと残す。はいはい、それぐらいです。はい、わかりました。でハサミの方も収穫ハサミですね。はい、まあいろんなハサミあるんですけど、ここが反ってるやつは、まあ、こう取るときに果皮にこう刺さらないようにちょっと先が曲がってます。うんうん、ちょっと一回、そう持っていったときにプスッとその、作物に刺さらないように反ってます。はい、なるほど。はい、でここ、そうですね。はい。こんな感じですね。はい。ぎっしりなってますね。なってるなってる。数ないな。はい、戻ってきました。今日は200キロを収穫しました。はい、では今から選別の方やっていきます。これはそばかすがないな。そばかすかぼすが少ないので、そばかすかぼす注文の方はちょっと遅くなるかもしれません。選別しました。ですね、一応かぼすカンパニーのかぼすは一応こういうものも入ります。でサイズもバラバラです。サイズ選別はしません。まあそばかすかぼすっていうのはまあこういうふうにあまりにもこう見栄えの悪いやつですね。先ほどのこっちとこっちの差ですね。はい、これはそばかすいきます。これは普通に正規でいきます。今のところですね、そばかすかぼすが非常に少ないですので、そばかすかぼすを注文した方は若干遅れると思います。まだ今からどんどん取っていくので、そのうち出てくるんで、まあ、随時発送になりますけど、今日取った畑は結構綺麗ですので、あんまりそばかすがないんですよね。そばかすかぼす、まあこんな感じで、こんなも入ります。はい、果汁には何も問題がないので、こういうのも入ります。はい、サイズも先ほど言ったようにこういうこれぐらい差が出ます。これは M サイズぐらい、これは S サイズぐらい、これ混ざります。サイズ選別はしませんので、そのままいきますので、はい、で今期は1.5 キロですので、まあ、1.5 キロがどれぐらいかっていうところをちょっと皆様によく質問が何個ぐらい入りますかっていう質問ですね。一応1個あたり 100g ぐらいの計算なんですけど、こういうちっちゃいやつは 100g ないですので、ちょっと入れてみましょう。M サイズ S サイズを、まあ、混ぜて入れるぐらいですね。小さくても果汁はたっぷり出るものもありますので、小さいから果汁が少ないっていうこともないので、まあ今 1.6 キロぐらいですけど、まあこれぐらいですね。個数としてどれぐらいかな、ちょっと数えてみましょうか。まあ個数としては22個ぐらい今入ってます。というのが、S サイズちょっと小ぶりのものが結構入りましたので、まあそれぐらい入りましたね。普通だとだいたいまあ15個16個ぐらいですね。はい、まあ初日の出荷ですので、ちょっと玉が小さいので個数は入りました。小さい方が使いやすいですよね。でもはい、そんな感じです。まあ、あと本当にちょっとご注意はサイズ選別がないっていうのと、まああまり見た目の良いものをピカピカかぼすっていうのは入りませんので、あんまり贈答用には向かないと思います。ただ農薬を使ってませんので、安心して使っていただきます。農薬を使わずに、まあ、これぐらいの出来はすごくいいと思います。はい、まあ、かぼす農家さんが見れば、まあ、これぐらいだと多分A品です。A品です。農薬を使ってでもなかなかこれぐらいのものはできないので、農薬なしでこれぐらいのA品ができればいいかと思います。はい、品質には自信ありますので、ご安心してお使いください。はい、こんな感じです。じゃあ続けてやっていきましょう。休憩しましょう。はい、取れたてのかぼすでかぼすスカッシュを社長自ら振る舞っていただけるんでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、ターサンで。はい、お前一緒は続くターサンが抜けんように、ちょっとぐらい抜けてんすぐ飲むね。まあな、ちょうど2杯分や。そうやな、ちょうどいいな。はい、で、はい、今ちょっと弾き出してんですけど、うん、小玉これ一応まあ小さすぎて、そうですね、はい、今ちょっと出してるんですけど、もう木がこう垂れ下がってるんで、ちょっと小玉も取らないと木が裂けてしまうんで、まあ取りますけど、こういう小玉でもどれぐらい出るかやってみましょう。はい、鈴なりやったもんね。九頭先生の話覚えてます？あ、はいはい。ぎっしりなった小玉が果汁がたくさん出ますと。はいはい。ね。やってましたよね。出ましたね。あ、いい感じ。はい。これなんか使いやすいですよね。すだちぐらいで。そう、料理とかね、ちょっと添えるにはそれぐらいの。はい。これいいですよね。今出してるけどね。弾いてるけどね。はい。わあ、これは。あ、出るじゃん。で、この小ぶりの方が香りがいいよね。あ、香る。ね。香るは、あ、かぼすや。うわー、いい香り。初かぼすです。初かぼすでございます。ちょっと藤本さん、俺の手やけど。あ、ちいは手洗ったんかな。洗った。うわー、香りがすごい。すごい。はい。なんかケチいな。かぼすの代わりには半分しか入れんのな。もちっと入れよう、かぼす。そうやな。ちっと大きいのでしょうか。うん、そう。ちっとこんくらいの。じゃんじゃん入れてほしいな。これも一応弾いたやつですけど。はい。あ、いいじゃん。いいね。これいいね、出してもいいね。うん。皆さんこれぐらいの大きさの方が喜ぶと思う。そうそう。玉こずあった方が。実際企画的にはね、大きい方が。そうですね。うわあ、これは出ますよ。出ますよ。これは出ます。ちょうどいい分ぐらいな。で、絞るのはレモン絞り器とかじゃなくて、こういうふうに皮にダメージを与えて絞ってください。もう昔からの方は知ってると思うけど、最近の方は。かぼすはこの皮に香りがあるので、こうダメージを与えて一緒にね、はい、絞るのがいいです。こうレモン絞り器でこの果肉だけを絞ったら香りが出ませんので、はい、必ずこういうふうに絞ってください。上向きにね。上向きに、あ、こうね。はい、はい、じゃあどうぞ。アロータちゃん。アロータ。じゃあ飲ませていただきます。ちょっと待って。種浮きまま、種浮きのまま。あ、いいよね。いただきます。初かぼす。わ、香りがめっちゃいい。香りいいよね。すごい。やっぱ自分とこの商品で比較するのもなんやけど、完熟かぼすのあれをほら。冷凍果汁にしてパッケージにしたあれはあれで甘みもあって使い勝手がいい。でもこれ全然違う、香りが違う。いきます。ああ、美味しい。これ美味しいわ。これは最高やな。小休止。これは美味しい。なんちったらいいんやろ。もうみずみずしいそのまんまやから、香りは立つし。なんか炭酸に負けてないこう爽やかさ、美味しい。ハイボールとか最高やろな。もうアルコールとかに入れたらもう本当美味しいと思う。あ、そうよやけん。かぼすに合う焼酎。ああ、そうか。あれをぜひね、使っていただきたいです。はい。ちょっとかぼすに合う焼酎を今度買いに行きましょう。本当や、早く買いに行かん。ちょっと俺も飲ましい。はい。はい、では、いかがでしょうか。腰に手当てち飲まんでいいんじゃん。牛乳飲むわけじゃない。ああ。どうや。これはうまい。美味しいやろ。これもこの暑いさなかに。炭酸かぼすカッシュ。糖類いらんね。まあちょっと酸っぱいかな。自分たちはもうこれ慣れてるんで。そうあれやけど、ちょっと酸っぱいなと思う人はちょっと蜂蜜とかね、シロップとか蜂蜜とか入れてもらうけど、自分はもうこのままがいいね。美味しいな。うまい。生き返る味。ではもうちょっと休憩して続きやりましょう。はい。今これだけ作りました。頑張りましょう。2回戦目です。これで今日はちょっと終了したいと思います。はい。今日200キロちょっとかな。全部で70件ぐらい。はい。出荷しました。まだまだ残ってますけど、随時発送していきますので、じゃあどうぞご注文の方よろしくお願いします。あとですね、ちょっとそばかすかぼすがなくて、結構こう出来が結構良くて、そばかすかぼすの方はちょっとお待ちになるかと思いますので、大変申し訳ないんですけど、どうぞご了承の方よろしくお願いします。ということで、初出荷無事に今日終了してます。違うな。もう疲れて舌も豆ちょらんよ。初出荷無事に終了します。はい、初日ですね。はい、初日です。ありがとうございました。はい、簡単だ。郵便局が待っちょよ。早くんかな。そう、でも時間ギリギリやん。はい、もう先行体早く来てくれんかなっていうよね。そういうことよ。もうこの動画見たら「ああ」とか言う「っていう競争なるわ」なんだ、はい、行きましょうか。はい、はい、また明日も頑張りましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。